こんにちは。どうも、伊豆です。いやー、今週もこの時間がやってきました。そうです。キャリーパンプパンです。ではなくて、今回は、キャリーワゴンのイグニッションコイルの交換をしていきたいと思います。あ、これが、交換するイグニッションコイルですね。これは、確か、ジャングルの、ジャングルのなんかで買ったやつですね。で、これが穴かな、これ。あ、これなんだろう。これ俺こんなの買ったっけ。あ、お、バッテリーの奥になんか見えるけど、これなんかな。あ、これ、触っちゃった。こっちも、触っちゃった。そう、これがイグニッションコイルですね。横から見た方が見えにくいので、こちらに置いて、やりますね。そうです。こう右から生えてるのが僕の手です。で今こう、右手で操ってるのが、メトロノーム的なやつ。そう、この右手の動き、わかります?すごいでしょ。僕もね、これ、3年ぐらい練習したんですけどね。次、これ黄色いスパナーみたいなやつなんですけど、この手袋が実は2万5千円です。すごいでしょって。これも確か、これ左手ですね。左手でポン。はい、アングル変えて、今何をしたかというと、このネジを取って、今から、はい、出ましたね。そう。これが、電池。この電池を使って、実はエブリワゴン動いてるんですよね。で、今回ちょっとこの電池、炭酸中のやつが切れたみたいで、ちょっと変えていこうかなと思ってて、3本あるから炭酸って言うんですよ。知ってましたか?皆さん。これ今、日本で知ってる人、僕ぐらいしかいないと思うんですけどね。すごいでしょ?それで、抜けちゃいましたね。はい。はい、出た。ほら。炭酸電池。今こう、ちょっと鏡で自分の顔を確認しようと思ったんですけど、見えなかったですね。あー、これは、穴。これは、穴。穴ですね。うん。僕、穴に、目がなくて、表示に穴あり、節穴に目ありって言いますもんね。どうも、花粉症の泉、自画撮り、最高でしょ?皆さん今、見てて思ったと思うんですけど、なんでマスクしてるかというと、実は、花粉症なんですよ。これ今交換終わったんでつけてるとこなんですけど、いや、まだつけてなかったですね。はい。今この右手の親指でクイッて、こう、クイッてやったら、電流が、外れましたね。これですね、これ。これが、皆さんお分かりですよね。そう。プラグレンチ。違うんですけどね。はい。で、この白い箱が今回のメイン。僕今回この白い箱作るのに10時間かかって、これ直すためにこれもうほんと一生懸命作ったんです。これ Amazon で1個5800円で売ろうかなって思ってるんですよ。マジリザイア半端ねえ。みたいな。で、これ、ほら、クイッ。ああ、ちょっと寄りすぎてしまった。まあ、これ失敗なんですけど、まあ、自分の手大好きなんで、これもちょっといいかなと思って、このまま動画上げてます。で、これ、右手と左手で、こうクイッってやりながら、クイッ。これ前に来ましたね、この子。ああ、かまってほしいのかなって思ったんですけど、何ですかね。自分でも何やってたか忘れちゃって今、ちょっ
と困ってるところです。あ、そうでしたね。で、自分でやってて、今思ったんですけど、これが新品でした。で、これが右手で、これを、こうして、で、あ、ここ置いて、で、あれ?あれ?あれ?エンジンどこにあるんだろう?あれ?エンジンって何なんだっけ?でもさ、なんかさ、俺最近思うんだよね。エンジンってさ、自分の気持ち次第でさ、どこまでも回ると思うんだよね。だからさ、このイグニッションコイルとか交換しなくても実はいいと思ってるんだよ。うん。で、今、新しいのに3つ付け終わったところですって。はい、どうも。メガネの勝ち。マスクをパシャッ。はい、島田泉です。どうも。で、今、3つ付け終わったので、この木、映してみました。で、これを、ま、ちゃんと中までグッと入ってるかちゃんと確認しないと、ま、後で電流流れないことがあるので、皆さん気をつけてください。はい。これが、ハンドル周り。そして、天井。あと、僕ばっかり映してちょっと、申し訳ないんですけど。で、これが何だと思いますか?あー、ちょっと今無言でしたね。で、エンジンをかけて、今チェックしてるところですね。一応動作確認して、今電気を流れてるの確認できました。そして、エンジンを切るスイッチ入れて、始動。まあ大丈夫そうですね。まあこの感じだと、多分、2アンペアプラス2オームのマイナス 10.2 ぐらいは来てると思うんですよ。多分、まあこれならいけるでしょう。はい、という感じで、まあ、今回、こうやってまあイグニッションコイル変えてみたんですけど、皆さん、一応、まあ、全く参考にならないと思うので、絶対に、真似しないでください。それじゃ、また、今週はこれぐらいで、チャオ!また見てねー!